よーがじっこちゃんはタイポンです。それでは FIFA19 アルティメットチーム実況やっていきたいと思います。今回はですね、プレミアムエレクトラム選手パック、そしてプレミアムゴールド選手パックが来ておりますので、ちょっとこちらの方を引きたいなと思います。はい、まあここからね、どんどんパック引いてほしいよって方はね、ぜひぜひ高評価の方よろしくお願いします。それじゃあ早速引いていきましょう。じゃあこっちから行こうかな。プレミアムエレクトラム選手パック10パックもてか6日か1週間、すげえたくさんあるな、まあ、これはほとんど当たらないと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。ミリック、そう、名前をね言っちゃうんだよね、これ癖だよね。名前言わないでみたいな、やっぱ言われてるけど、無視していこう無視はしていかないけど、大物来たらちょっと言わないわ。もし仮に大物が来てしまった場合は、さあお願いいたします。いやー、これででもウォークアウトさせたいな。シルバーにレア枠取られたりするからね。これはジョビンコさん、いていて、頭がカリカリしてる。はい、今なんかしてね、俺が持ってたなんかブロンズかなんかの選手がね4000コインとかで売れて、この間今日かちょびっくりしたんだけど、だからね、意外とシルバーとかね、ブロンズでもね、おお TOTW だ。そう、 TOTW のどうやってわかるんですかってよくね言われるんですけど、おあ違うか、夜市か。なんかね、光がねちょっと白いんだよね。このパックからなんかピカーンってくるやつが白い光なんですよね。あ、いいね。これはでも売れないでしょ。うん、そうだよね、まあ、使わないと思うんで、普通に多分売却しちゃうかもしれない。今あれ欲しいんだよね。今でも欲しい選手いないっちゃいるけど、いないっちゃいないし、いるっちゃいるみたいな、どっちなんだいみたいな感じなんですけど、うん、どうしようかな。ビエラが欲しくて、今88の一番強いビエラはちょっとどうしてもコインのね関係上無理なんですけど、でもな、どうしよっかなみたいな。ポグバ使ってんだけど、ポグバやめようかなみたいな思ってんだけど、当たれ、うわー来ないね。さあお願いします。はい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 、まあ壁ドンすら来ないというね、このパックはでもやっぱ、おすすめしないね。もし仮に課金してる人でもあんまり引かない方がいい。プレミア250円だしね、言って250円パック。さあ、にゃー、もう俺の中の猫が、俺の中が猫が登場してしまうぐらい。ブルマがね、サイドから CM になってんだよね。表記が変わった。さすがにちょっとブルマの情報知らんから、サイドやってないんだね。知らないけど。そういえば、ディビジョンライバル、みんなやってますか？ディビジョンライバル。俺はね、ちょくちょく時間あるときに、1日1試合か2試合ぐらいやって、いや、飛ばしちゃった。ポープかな、多分あれは。やって、今ね、レートが2000いったんですよ、そういえば。で、あと200でディビジョン2？ 今、ディビジョン3なんだけど、ディビジョン2に上がると。ディビジョン、どれぐらいのレベルなのかが分かんないんだよね。去年は普通にディビジョン1だったから、でも今回レート制だからね、ちょっとどうなのかわからないけど、あと俺すっごい気になるのが、なんかウィニングイレブンだとやっぱレート1000行けばすげえみたいな感じあるじゃないですか、ウォークアウトないよね。だから FIFA で言うとレート何がその1000ぐらいのレベルなのかなって思ったんですけど、どうなんだろうね。レートどれぐらいが、レート1000みたいな。ソランケ当たってたな、今。ソランケはこっちを見てた。さあ、もう最後だよ。早くも。お願い。おー、まあまあ来ないよね。さすがに来ないよね。ちょっと皆さん、なんか感覚的に分かる方いたら、まあでも分かんねえか。まあでもどっちもやってる人いるしね。俺もやってるけど、分かんないね、正直。どこがどうなのか、そのレートに関しては。
じゃあ次、プレミアムゴールド選手パック。あ、これ待って、全部引けないかも。3515。あ、引けない説あるわ。全部ポイントしかも今入れれるかな。いやー、ジョアモーチーノ、ジョアモーチーノこういうフェイス来ないのかな。11月のアップデでもうこういうフェイスになるよみたいな人何人か発表されてる、発表されてはない、公式からは、まあ、リークされてるけど、その中にジョアモーチーノいたっけな。さあ、何コインぐらい足んないんだろうこれ。全然足んないかも。お願い。おー、初めての。え？ああ。ルーカス・レイバーね。ルーカス・レイバーか。ルーカス・レイバーやっぱでも、あ、でもペース上がった？前もうちょっと低かった。あ、こんなもんか。ルーカス・レイバー。使えないよね、正直。どうなんだろう、実際。あ、2パック引けない。え、待って、そしたらいくら必要なんだ？あ、違う、1パック引けないのか。いやー、頼む。まあ、扉開いて、オッケー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 。コロンビア ST。 お、ファルカオ、ファルカオ85。ファルカオ使ってる人は本当に見ないよね、マジで。あ、ダブルカブドンじゃないですかこれは。でも能力強いけどね、普通にファルカオ。決定力80な、攻撃ポジション90だよ。ヘディング90、スタミナ68、やば。スタミナないのはちょっとスタミナに気になっちゃうね。やっぱスタミナ超大切だと思うんだよね。さあ、うわ、これポイント俺入れるかな。あと100ポイント必要。ボーカート来ないよね。扉も、あ、オッケーオッケーオッケー、連続。お、これはもうこのコキといえばね、はい、彼しかいないよ。惜しいな。あとレートが1上がれば86でウォークアウトなのに、惜しいとこをね言ってる。ジェコとか使ってる人でも見たことあんな、実際。あ、でもファルカオよりかは使えそうな感じ。うん、スキルムーブ2部でも、まあスキルムーブって正直使わない。あ、でも攻撃意識、守備意識普通なんだ。ファルカオ攻撃高い普通だからね。ちょっと待って、これ入れれるかな。ちょっと入れるかも、見てみよう。100円だけでもいいから入れるか。普通になんか残高残ってたわ。200円だけ。だから100円だけ。あ、ダメだ、これじゃあ。オッケー。ちょっとミスった。250だと思ったら350だった。うん。なので100円だけ入れときました。じゃあ最後。さあ、お願いします。いや、久々の、まあ、でもまあ、パックがパックだからな、もう。まあ、爆死もまあ、一応爆死っちゃ爆死だけど、これ。はい。ここで見せていこう。違いを、お願い。ウォークアウト。だ！うきた！マジで来た！やったー！俺絶対しか TOTW だ！ TOTW のウォークアウト？イングランドゴールキーパーかー、ピックフォードかー。まあでもウォークアウト引く。ここで最後の最後でウォークアウト引かったり、やっぱちょっと持ってるわ、絶対。うん、もう去年の俺だったら普通にここで、はい、何もなし、みたいな感じだったけど。まあ持ってんね、これは。これはちょっと持ってるわ。裏になんかあったら面白いよね。ないよね。バストザザ。ピックフォード安いでしょ。あ、でも、いや、プレミアのキーパーだからやっぱ、ちょっと値段高いかも。あ、3万コインぐらいいくのかな？ 2 万9000円って言うってことは。おー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 、普通にいいよ。このパックでこれだったら。あ、いや、持ってるわ。意外とこのパックたちで稼げたな、コイン自体は。はい、ってことなんで、今回はちょっと俺がね、この4人のアイコンたちを持ってることがここでバレてしまったんですけども、ピックフォードと、ヨイチ、ヨイチでいいんだよね、呼び方。そして、ファルカオ・ジェコですかね、今回は。でも、ウォークアウト、あ、ウォークじゃない、壁ドンで言うと、一応、うん、5人ぐらいは当たってるのかな。はい。はい、ってことなんで、今回は、まあ、爆死とまではいかなかったけど、まあ、普通に、まあまあな当たりを見せていくという。よかったね、このパックで。うん、まあこれぐらい当たれば、まあ悪くないんじゃないかなと思います。11月の末から、ブラックフライデーが始まって、それでそこから終わったらサイバーマンで、来たりとかね、もうちょっとパック開封嵐みたいな、そんなものがね来たりとかするので、まあ皆さん課金する方であればね、多分そこに標準を合わせて課金した方がいいんじゃないかなと思います。まあ今回のは絶対スルーした方が、いいと俺的には
思いますので、まあそこら辺はね、皆さん計画的に、課金する方はね、課金してください。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございます。モチベーションつながりますので、ぜひぜひ高評価の方、そしてチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニオー。